しました。過去の激しい戦闘にもかかわらず突破口が開かれる見通しは立っていません。 ZF の特派員がベンガジで反体制派の戦闘準備の様子を伝えています。ベンガジの訓練施設では反政府勢力が勝利への強い意志を示しています。勝手に動き回る時期は過ぎ去り、今は整然とした秩序が必要というメッセージです。最初の数週間は多くの犠牲が出ました。使い古した武器を技術者が整備することは終わりにすべきです。訓練係です。私たちは大量殺戮を終わらせる決意をしました。我が軍の組織を改善します。武器の扱い方、規律も教えます。私たちはアジダビアの最前線の方向へ走りました。 NATO の空爆のおかげでこのところ反政府勢力の状況は安定しました。フロントはここから40キロくらいのところにあります。反政府勢力の組織は数週間前に比べれば改善していますが、ここの戦闘地帯の膠着状態はまだ続いているようです。反政府勢力戦闘員です。空爆だけでは足りません。毎日損害を被っています。カダフィ軍の装備に比べて我々の武器は劣悪です。前線の後方では戦闘後の撤去作業をしています。イギリスのスペシャリストが手投げ弾や不発弾を処理しました。 NGO の地雷専門家です。毎日何かを見つけたらすぐに処理しています。アジダビアの小さな市場、ゆっくりですが普段の生活が戻ってきています。しかし本当に平和が戻ったとは誰も信じていません。